ちょっと待って、ちょっと話を、超ミッションやってたけど、そうそう話を進めよう。ツオンさんに話しかければいいな。あ、そういえば装備こっちもなんか最大 MP40% アップ、ミスティール、体力精神10アップ、沈黙状態、魔法が使えなくなるんだよね。沈黙はしてもいいかな。でいいか。準備 OK。 そうか。そうか。さあ久々に話を進めるぞ。よろしくな。単なる調査だろ。楽勝。どうかな。この任務は本来セフィロスが行くはずだった。つまりそれほど重要視されているということだ。甘く見ると失敗するぞ。セフィロスは命令拒否だそうだ。そんなのあり？甘やかしすぎじゃないの？特別だなセフィロス。本人に言ってみるか。言えない誰も言えない。逆らえない。力がすべてこの世は力がすべてだ。あ、リンゴ農園。変な木。バノーラホワイトの木だ。通称バカリンゴ。バカリンゴ聞いたな。ってことはここはバノーラ村？アンジールの故郷。あれ盛大なフラグだったん？アンジールのあの話。昔からの知り合いというわけだ。出たジェネシスコピー。何やったっけ？ファイヤー魔法剣サイダー。いや、ファイヤー。え？トンベリが。あ、あ、殺意の一撃もたまった。いいね。やめてください。やめて、あー、そっちだぞ、あーかわいい。かわいいな、トンベリ。こいつら、ウータイにいた連中。やはりこの村にいたか。ここまで村人の姿が見えない。村全体が占拠されている可能性もある。ジェネシスたちは大量の兵器と一緒に姿を消した。一刻も早い回収または破壊が社長のお望みだ。よし任せろ。よし任せろ。パノラ村を調査する。宝箱発見。ソーマ。おー出たちょっと私レベル上げすぎたんかミッションやりすぎたか。邪魔すんな。ガードハウンドだ。ガードハウンドよく見るな FF の世界。じゃあな。瞬殺だな。あ、セーブポイント発見。だらだ、なんかいる。なんかいる。スーパー待ち構えてる。
おお。できた。これを切る。いやでも爆発しないの？切った瞬間爆発じゃない？社長の望み叶えましょう。叶えましょう。これスマホ系サンダーが輝くやつ。MP 消費ゼロ。いやでもあれだな、ファイヤーとブリザードしかない。ファイヤー、ブリザード。ブリザードは？ブリザード。こんな食らうか。ファイヤー、ファイヤー、595。734。結構。ああ結構食らう。よいしょ。あ、でも MP 消費、終わってます。サンダーケーン。終わった終わった。ジェネシスコピー。またジェネシスコピー。その言葉をどこで？セフィロスから聞いた。この技術も我が社の科学部門から盗まれたものだ。そうなんだ。ジェネシスの能力と特徴をコピーすることができる技術らしい。ソルジャーとモンスターだけにな。ソルジャーとモンスターだけ。ソルジャーとモンスターは同じかよ。セーブ場所がある。一旦セーブするか。こまめなセーブ大事。もうさ、これオートセーブ、多分一定の進行に合わせてオートセーブ入ってるよね、多分ね。今、画面左上になんかオートセーブ的な文字が。もう動かないよね。ザックス、何を遊んでいる？急ぐぞ。あ、メール来てる、なんか。誰？リンゴ食いてえ。ねえ、カンセルは何なん？めっちゃザックスのこと好きくない？めっちゃまめにメールする人だね。俺の勘では何からちょっと調べてみる。バノーラ。死んだ関係者が多い。なんかあるんかな。ちょっと待って、オプションでさ、あれ、自動送りオンにしとこっか。よし。ん？喉越しすっきりだけどまろやか。バノーラホワイトジュース1本120ギル。もう飲んでみたいな。飲んでみたい。リンゴ工場見学は集落を通ってすぐか。へえ。なんか勝手に。もう動かないよね。ザックス、な。近づくと勝手に会話始まる。ここはいけない。内部のゴタゴタが漏れないうちに処理する必要がある。やはり村人の姿は見えないが、集落を調べよう。そうしよう。集落を調べよう。やはり村人。ああ、向こう行ってね。今のあの場所調べんのかと思った。バノーラ村。ここがジェネシスの実家。両親はこの辺りの地主だ。俺は決して盗まなかった。地主の息子が親友だったからだ。あ、親友。窮地なんてものではない。二人は幼馴染で親友だった。
あ、そうなんだ。脱走したジェネシスが親友のアンジーロを仲間にした、そういうこと。ジェネシスが地主の息子か。おや、おや、墓石だな。まあ、墓石。ザックス、アンジールの家を確認してくれ。俺は墓を調べる。キリ、タークスってそんなこともするのか。誰かがやらなくてはならない。破壊し調べるって掘り起こすってこと。おかげでお前より給料はいい。マジかよ。マジか。そうな。トーンさん。ザックス、アンジールの家を確認してくれ。おそらく向こうの集落だ。すでに敵の手に落ちている可能性が高い。気をつけろよ。はーい。そうします。セーブして、やっぱオートセーブ入る。あとは俺が調べる。アンジール、それとも。いえ。もう一度説明。いいよ。アンジールの家は。はーい。なんかない。あ、あるじゃん。はい、ポーション。はい、ポーション。おお、お前ではここも出るんですか。ここにも出る。ほぼワンパン。いた。じゃあすぐ逃げるからな。エンカウントなんかな、あの戦闘は。エンカウントっぽいね。何これ、ヘリガンナー。こいつすごい。おいた、おいた、おいた。こりゃあ、適当に殴っていける。あ、セーブポイントあるな。アンジールの家は、家はなんか落ちてる。あそこ、このどれか、どこだよ。どこだよ。まあ、3軒なんだから。一軒ずつ回って。いや、3軒だから仕方ないっていうか、光ってる箇所、アイテムが隠されてる。今回収することができません。そんなアイテムある？これ何かあるぞ。今はそれどころじゃない。調べておいた方がいいってことか。これ以外は、あ、今あそこもなんか、今はそで、セーブができる。どっから、まあいきなり正解の家選んだ、嫌だな。手前から調べる。ごめんください、人の気配開かない。ごめんください。開いた、自動ドアか。おお、何モンスター住んでんのこれ。モンスターが住んでるのか、この家は。でかい犬小屋。でっけえ犬小屋だな。わあ、わあ、セフィロスが揃いそうだよ。そりゃ終わっちゃった。セフィロス揃う前に終わった。ごめんください、人の。あ、もう開かなくなった。ご人の。まあ、さ、リースがついてないはずれなんじゃない。人の。まあ、あと一箇所しかないじゃないか。あら、人がいる。お邪魔してます。お邪魔しちゃってるね。アンジールの、いきなり入ったの。普通コンコンとかやるよね。俺は後輩のザックス。もしかして子犬のザックス。子犬なんだそれ。息子からの手紙に書いてあったわ。集中力ゼロ、子犬のように落ち着かない。アンジールのやつ。あなたはジェネシスの仲間じゃないのね。うん、違う。安心して。誰にでもタメ口だね、何がサックス。俺にもわからないんだ。一月前にジェネシスが帰ってきた。大勢の仲間を連れてね。
そして村人たちの命を奪ってしまったの。ジェネシスが。ジェネシス。昔はいい子だったのに。アンジールは戻ってるわ。でも剣を置いてどこか行ってしまった。その剣は我が家の誇りなの。アンジールの。それで。あいつこの剣全然使わないんだ。アンジールのこと俺に任せて。お袋さんは隠れてた方がいい。心配いらないわ。ジェネシスは私を殺せない。なんで。うん、アンジールの家から出る。息子をよろしくお願いします。息子をよろしく。数しか言わない。宝箱ちょっといただけますね。置いてあるか。ゴギルゴギルへそくりか。お、アンジールの写真。若い。ソルジャーになった時の写真か。おー、バスターソードしっかり持ってるな。うん、持ってる。こっちは家族の写真だな。お父さんお母さんに囲まれてるね。アンジールのやつ、バスターソード見せびらかしちゃって。いや若い、赤ちゃんの時の写真もあるのか。父ちゃん、やっぱ真面目そうだな。赤ん坊の写真だ。これってアンジールは。ね、右上に。かわいい。このガキのツーショットはアンジールとジェネシス。へえ。赤ん坊のそれにアンジコチェ。あれ今会話部の変わってた。赤ん坊のアンジール、ガキのアンジールとジェネシス、それに家族写真とアンジールの晴れ姿。アンジールのやつ、うん、バスターソードすごく大事そうにしてる。この写真見てるとアンジールが真面目なのもわかる気がする。ジェネシスともずっと一緒だったんだ。俺なんかよりもずっと。そうなんだね。ダンダン。バスターソード。アンジールが神殿に入ると決まったとき、誇り高い戦士になるようにと夫がその剣を用意した。あ、そうだったんだ。お金を借りたわ。そして返済のために無理をした夫は命を落としてしまったの。そんな。神殿に入る誇り高い戦士になる返済。これを買うために借金して、でその借金返済するためにお父さんが無理して命落としたんか。そんな、そりゃ確かに大事にするよね。アンジール。アンジール。どこ行ったんだよ。お、何？なんだ。ジェネシスがいっぱいいる。ジェネシスコピー。アクティベイティングコンバットモード。でしょう。うお。魔法無効開始。魔法物理無効。魔法無効もある。村外れに工場がある。そこにジェネシスコピーが入っていった。お、入ってた。奴らのアジトってわけ。おそらく今私は工場そばの崖にいる。正面突破は避け、上から侵入しよう。上から侵入。すぐに崖の上まで来てくれ。何かあるぞ。何かあるぞ。今はそれどころじゃない。ここにもなんか、あ、てかもう一個あんじゃん家。そこもあれかな、外れの家か。決まった。あ、調べらんなかった。
とりあえず先向かうか。当てた君。魔法剣サンダー、いてー。とりゃーとーり、ツーピンや、ツーピンアタック。とりゃー、ケアル外すか。ケアル外そうかな。オービー、なんかしばらくケアルなしでもなんかいけそうな。何入れとこ。サンダー、いや、サンダー、魔法剣サンダーあるからバリアかな。バリア、バリア入れとこ。何かあるぞ、何かあるぞ。今はそれど、こっちか。行き止まりの方から行く、私の探索癖。崖の上だと言ったはずだ。聞いていなかったのか。正面突破は危険だ。この任務は調査だということを忘れるな。めっちゃゾーンさんにめっちゃ見られとんの。いやー、うえ、いや気になるじゃん。こっち新規、いや、ちゃんとしたルートじゃない方気になるじゃん。また電話。正面、寄り道ダメだったよ。あとで来るんだな、ここは。じゃあ宝箱、はい、ポーション。ん？メール。メール、こまめな、お、まめな男なんで。親との絆？不幸な親子。何の話？待って、血のつながない幸せな親子、血のつながった不幸な親子、尊敬と感謝の念の有無。血がつながってると尊敬と感謝の念があって、そこに恨みが生じてしまうってことですね。急にどうした、そんな相談事とか入った会社内で。タイムリーすぎるでしょ、タイムリーすぎ。会社のあのメールタイムリーすぎる。このシンナの会社ザックスしかいないんかなみたいな。ザックスしかいないんかなぐらいタイムリーすぎる。おお、ゾーンさん、こんなとこに。墓はジェネシスの両親のものだった。まさか自分の親を。道理は通用しない相手のようだな。アンジールはどうだった？家にはいなかった。でも頼む、時間をくれ。もしアンジールがいたら俺が説得する。アンジールが考え直せばジェネシスもシンラに戻ってくるかも。セフィロスがお前を指名した理由が分かった。俺？ジェネシスとアンジール、セフィロスの友人はこの二人だけだった。最も戦いたくない相手だ。それが命令拒否の理由だろう。俺だってアンジールの友達だ。お前なら二人を取り戻せると期待したんだろうな、うん、時間がない、急ごう。ファクトリー。今アイテムなかった。先に行け。ここは俺に任せろ。おー、勇ましい。ツオンさんも多分強いよね。先に行けとか言ってくる。ほら。我慢開始。コンプリートリアーズ。デザートか。デザルト。
ザクス、こっちだ。敵に注意しろ。エサ。さあ、エサ。あそこ、宝箱ある。ボス？ジェネシスコピーだ。こいつを、こいつらをさらっと倒して。バリア。バリア貼っとこうぜ、バリア。あー、やべえ、当たってない。もったいない。もう普通に倒そう。なんか どっちが前か分かんないあの入りどっちが前でどっちが、あ、ブリザード使いませんよ。バリア結構いいよね、結構長い。よいしょ、ブリザードやっぱ私も当たらんな、あれ。ザクス、こっちだ。こっちだ。これなんかあれかな、難易度ノーマルだと見れないムービーとかあるんかな。まあいいか、ハードでもよかったもん。ほいイエー、じゃあな。コンプリートリザード、あっ、宝箱、イエス、エリクサーゲット、あっ宝箱、イエーイ、万能薬ゲット。セーブポイントがあるってことはボスかな。また古いパソコンだな。なんか FF7 も時代を感じるぞ。FF7 にリアルな時代を感じるぞ。なんかいや、あの携帯にしろね、このクライシスコアが発売された当初みたいな、発売されて、これ入れん、喋りかけられません、ね。